どうも、酒は二十歳になってきませんです。こんばんは。2022年の8月24日でございます。ノンアルコール、フォーゼロ、辛口、四つのゼロ、アルコールゼロ、カロリーゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、飲んでおります。今日お仕事休みでした。でのんびり過ごしてたわけでございますが、まあ、夕方から会社から連絡が来ましてね、なんか嫌な予感しますよ。こういう時大体あれです。コロナ関連でしたね、うん、私が持ってるお客様のまあちょっと関連の会社の方から緊急電話なんで、すぐ連絡してくださいということで、その後バタバタ調整しておりました。そんな中、早かったですね。サーバー振り分け来ました。X1031 でございます。よろしくお願いします。まあ、私は今一人旅で飛燕支店にお世話になってるんですけども、まあ来期はね、うん、まあ、それなりにやろうかと、うん、まあいつもそれなりっちゃそれなりなんですけど、まあ、リアルはね大切にして、本当にそれだけは最初に言っときます。よろしくお願いします。でね、まあ、いつもでしたらずーっと私、まあ、幹部おりましたから、ねえ、やっぱサバ振り分けの日というのはね、早来い、早来いと、発表あったら、出生週振り分けですよ。で、それ決まったら、作戦会議ですよ。ね、外交ですよ。ね、そんなずっとやってきたんですけど、まあ、今回一平卒ということでね、何も考えなくていいんですけど、まあ、ありがたいですよ。まあ、自分がやってきた経験があるからこそね、より声を大にしていたい。幹部の皆さん、お疲れ様です。ありがとうございます。はい。でもね、そんなこんなでね、もうほぼほぼ決まったみたいですね。出生週、早っと思って。一期の時なんかを夜中中やってたんじゃないかな。調整を。なんかスパッと決まったみたいです。よかったです。で、まず日本勢ですね。X1031 日本勢は、飛燕支店。そしてなんと、ショータイム来ました。ショータイムも初グローバルだと思いますが、ここがぶつかりましたね。いやー、熱い展開。はい。前お話ししたときね、黒メガネさんと、なんか、黒メガネさんもリアル都合でということで、その、多分名刺はされないとは聞いてたんですけど、うん、そのようでございますね。はい。熱い。熱い展開だ。はい、よろしくお願いします。あのケンパさんもいらっしゃる。よろしくお願いします。あと、欧風ですね。欧風。懐かしいな。私、同じサーバーになったことほとんどない気がするんだよな。はい、ジェイドさんとこですよね。はい、ジェイドさんには僕二度お会いしてるはず。京都の忘年会と、最後の東京オフかな。これ、すごい覚えてる。忘年会の時ね、京都の公式のやつ、なんかえらい怖い人がおるぞみたいな、見た目ね、見た目見た目めちゃめちゃ怖い人いるじゃんと思って見てたんですけど、で1次会終わって2次会行く前の待機場所でね、ジェイドさんいらっしゃって、うわめっちゃ怖い人いるじゃんと思って、どこの人だろうと思ったら、二次会行く途中に話しかけてくださったんです、確か。似てますよ、みたいな感じで。
今日体調悪いんですよみたいな、あそうっすかみたいな、お疲れ様ですみたいな、という話をした記憶があります。で2回目の時もね、話しかけてくださいました。動画見ましたよみたいな、あの舞台結構いけるっすみたいな、あーありがとうございますみたいな、いい人だ、あいい人だと、いい人でした。オフさんもお願いします。と42サバアカウントでね、お世話になってたキングギドラ、あキングギドラもいるということで、はい、まあ、日本勢そこそこですね。はい、そして海外勢ですね。海外勢まず韓国います。前回復活の P で戦ったあのレックスっていうか、レリュークスか分かんないけど、名前を変えて多分デュークスになったのかな。はい、韓国勢ね、名前変えるんですよ。ちょっとあの TGF から WTF とか、それ何かって言ったら、飛燕四天の由来、もみもさんが言ってたのと同じで、なんか文体ごとの頭文字をね組み合わせて作るみたい、うん、どうも。なので前期ちょっとやられちゃったとこなんでね、個人的にはあリベンジしたいとこでございます。まあどうなるか分かんないけど、あと他にも韓国勢いますね。あと台湾ですね。台湾、ギバー、前回に一緒に最後ルロー軍で協力したギバーのおそらく第二同盟かな、サブか分かんないけど、まあ、第二同盟がいるということと、根拠グループの何かしらがいるみたいです。根拠店長ですね、一番強い根拠店長は、うん、別サバ行ったんじゃないかな、うん、です。根拠転生はいるのかな、なんか4つぐらいあるんですよ確か。根拠グループってめちゃくちゃでかいんですよ、まあ、根拠グループもいるということで、はい、なんでそこそこいますよ。200規模が1、2、あと三国か、平洋三国ね、これ1期2期一緒に戦った、名前変えてますけどいます。これも強いです、めちゃめちゃ強い三国も。ということで、200規模が1、2、3、4、5、5、6個あるのかな。で100名から150名規模が2、3個あるってことなんで、うん、ガラガラになる州っていうのは多分ないような気がする。そこそこ超過密でもないし、かそってもない、そこそこ密みたいな感じでいいバランスになってるんじゃないかと思います。ただまだもちろんね、外交というか最初外交、ライン外交になるんですけど、ライン外交に、ね、参加してない、まだ時間早いですから、大体でも主要幹部はねいますからね、この時間帯出揃ってるんじゃないかと思いますけども、はい、いやー熱い展開になりそうですね。まあ、私は一兵卒ですが、もちろん日本勢もね全部が仲間になるか分かんないし、ぶつかることだってあるかもしれません。まあそれが第三国志でございますから、はい、今後の展開に期待というところでございます。はい、ということで、お酒は私なんてかませんでした。ありがとうございました。